ソリーズ、ゆきなです。おはようございます。今日はですね、昨日関東が大雪になって、昨日の夜の時点で学校がお休みになりますということで、急遽お休みになったので、気づいたら11時まで寝ちゃったみたいな、ラッキー的な、超ラッキーということで、急遽雪の日に休みになったので、雪の日ってどう過ごすの？っていう企画。とりあえず今すごくすごく楽しみにしていたマカチンがお着替えをして、よいしょ、遊んでんだよね。あ、やっほー、雪一人で遊ぶんだけどね、楽しいの。一人でも楽しいですか？寒っ、寒ーい。雪なの作るの？もう一回作る。うん、ママも手伝おうか。ん、手伝う。うん、大丈夫。大丈夫。あ、なんかちょっと雨降ってきてる。うん、ちょっと小雨。え、昨日の雪だるま一回あれだ、さよならしたんだ、ユッキーちゃんは。あらおままごとしてんの。いくよ。今日良かったですか？うん、学校休みだって。うん、うわー、うわ、いいね、ストレス発散だね、それ。次もう一回雪だるま持ってくるから待って。オッケー。多分超寒くなると思うので、お風呂をためようとしているところでございます。ありがとうございます。お湯張りしてください。お味噌汁を飲みたいと思います。寒い。お味噌汁飲みます。でも楽しいよ。あったか。すごいじゃん。昨日よりなんか上手くない？タイトル何？タイトルは、うん、雪が降ってるから学校休みなんですけど、雪の日。オッケー。なんかさ、こういう時に限ってさ、ペットボトルがないんだよね。あ、ママさ、雪だるま作るね。キャップをさ、お目目にするから、ね、キャップ塗るよ。雪だるま作ろう。ドアを開けて。あ、いいかも、いいかも。いいんじゃない？割り箸。懐かしいね、こういうの。マーチン、見て。え、いいじゃん、かわいいじゃん。パプリカ、パプリカ。ジャガポックルの赤い部分を切ったらいいんじゃないかな。ジャガポックルって書いてある。なんかちょっとさ、嫌なんだけど。マカチン口できた。じゃーん。どう、ね、どう、見て。あ、チュキ。いい、すごいでしょ。ジャガポックルの箱切った。どう、よくない？はい、マチ、おにぎり食べる？食べる？うん、はいよ。うん、何おにぎりがいい？何でもいい？ゆかりでいい？あ、寒い。寒いんですけどね、本当に。冷たいでしょ、こっち。寒いもんだって、ちょっと。寒すぎる。結構いっぱい寝たね。もうお風呂も溜まってるからね。できたよ。あとおにぎり。雪が溶けてきたね、街のね、家の屋根のね。はよ。うん、上がったよ。ワンタンスープ作ろうと思うんだけど。また行くの、マカチンは。いいよ、マーチンも。あったまったのに。目ん玉が。今いいよ、後でリーダやってくるから。今から。お昼ご飯を作っていきたいと思います。肉ワンタン、えのき、舞茸、きのこ類ぶっこんで中華スープを作っていくよ。うわ、やば。あ、ごま油もうないじゃん。最悪。包丁を今使いたくないから包丁使わないレシピにしよう。インスタで質問を募集したので、ちょっとゆるーくゆるゆると答えていけたらなと思います。普段お菓子とか小麦系は食べますか？これ結構聞かれるんだけど、めっちゃ食べるよ。なんなら小麦系なんてもう大好き。パスタとか、うどん、そうめん、
白いものでしょ。大好き。お菓子も昔、前は全然食べなかったんだけど、ここ1年ぐらいで食べるようになった。でも基本的には和菓子が好きかも。でも全然食べる。大好き。体型維持で気をつけていること、体型維持で気をつけていることは、だからそのやっぱりさっきのとつながるんだけど、小麦系とかそういうね、白いものとか麺類とかが大好きだから、あとビールとかお酒も飲むからね、日本酒とか。だからやっぱりそういうのを週末とかに食べる楽しみってやっぱ人生で絶対に大事だと思うんだよね。なんかそれもストレス発散のうちになるじゃん。なんかメリハリっていうか、結界水木金で頑張って土日でチートデーみたいな。だからそういうのをしたいからこそ、月火水木金は有酸素運動をしたりとか、行ける時にピラティス、そう今年からピラティス始めたんだけど、ピラティスをやったりとか、本当そういう風にメリハリ、自分の好きなものを好きなように食べたいからこそ、いやもう36歳だからやらないと。もう20代の時は好きなもの食べても何そんなにさ、なんか気にすることもなかったけど、やっぱ最近はさ、あの気づいたらさ、えなんでこんなところに肉があるのみたいな状況になってちゃったりとかするから、そうならないようにダイエットっていうよりはもう維持、やっぱキープのためにはやることやって、食べるときに食べる、飲むときに飲む。ありがとうございます。旦那が見てるのが許せない。なんでそれは、いわゆる夫婦としてのそんなにみたいなのがあって、で旦那さんが見てる状況が許せないなのか、じゃないけどただただ見られてるのが嫌だ、そのどっちかで話が変わってくるんだけど、それはどういうことなんだろう。でもさ、なんか思うの、特に別に感情ないじゃん、見ることに対して。きっと彼らはそんなに気にすることないと思う。やっぱなんかそういう生物だからさ、興奮する材料をどっか頭で求めてるわけだ。そんなに気にすることないよ。鶏ガラスープ入れるね。どっちかによっては話が変わってくるよね。ただ普通に本当に見られるのが嫌なんだったら、ね、気にすることないよ。ほんとそういう生き物だから悩む必要もないと思う。質問と関係ないけど大好きだって。ありがとう。子供たちに反抗期が来たらどうする。反抗期はあった方がいいと思うんだよね。必ずとは言えないと思うけど、通過点というかさ、自分の感情とか自分のなんかそういうのを出すっていう意味でも、なんか反抗期とかあった方がいいと思うから。自分もあったじゃん、きっと。そもそも私はあったのね、反抗期は。親は大変だったと思う。でもやっぱり今自分が親になって思ったのは、やっぱりどんな時でも怒ってくれたし、すげえやっぱ向き合ってくれたなみたいな。なんかもうそういう「せんだよ」とかさ「うえ」とか言ってなるじゃん、なんか意気がって。でもそれでもさ、なんかもうコンコンと向き合ってくれてたなって今思う。だから自分もリーナとかマカナにそうしていかないとなってめっちゃ思う今。なんかでもその時って分かんないじゃん、子供って。自分もそうだったし。難しいけど、諦めたら本当に終わりだと思うの。なんか諦めるって簡単じゃん、向き合うことに対して。諦めたくないんだよね。だからさ、この間みたいにやっぱさ、感情がさ、うわーってなるしさ、なんか真剣だからだと思うんだよね。やっぱり大切じゃん。なんか自分よりもいい人生歩んでほしいなって思うし。昨日雪を見ながらリリナとそういう話をしたんだよね。リリナ、昨日の夜さ、ちょっとエモかったよね。なんかさ、雪見ながらさ、なんか静かにさ、ママよりもいい人生を歩んでほしいと思うとか言っちゃってさ、本当に思うよ。絶対絶対ママよりもいい人生歩んでほしい。スマホケース知りたいってすごい最近言ってるんですけど、これ普通にアマゾン、特別なブランドでもなく。抜きに見えない簡単料理教えてください。抜きに見えない簡単料理、こういうことじゃないの。ワンタンを入れまくって、これにキムチとかも入れてもいいし、キノコにはビタミン D かな、いっぱい入ってるんだよ。で白菜とかも入れて、私今ちょっと包丁を使いたくないから。手抜きに見えない簡単料理ってさ、もうさ、あの結構さ、これを言っちゃあれなんだけどさ、もうあのお皿がね、結構ポイントになってくるよ。お皿がなんかそれなりに見えるお皿使ったら、すっごいシンプルですっごい何ともないお料理でも、そのお皿がね、見栄えいいお皿だったんで、もう何とでも見えるから。これマジマジ、これ本当に。いただきます。いただきます。いただきます。サーランタン風ワンタンスープ、うん、おいしい。うん、うん、魚が食べたかった。わかる、リーナも。うん、おいしいね。おいしいね。うん、おいしい。ご飯食べ終わったから、みんな何やってんのか見に行こう。
何やってるんですか。復習だよ。やらないじゃん。1個持ったんだけどさ、うん、あとは夜さ、お風呂でさ、氷持ってってやるじゃん。雪？雪。うん。外でも遊びたいの。いいよ。今ゲップした？めちゃくちゃ黒みたいな。見て。でも、この中見る。そのターゲット、ちょっと待って、マガジン。ママ、探してたんだけど。リナが持ってた。オッケーオッケー、入れといて入れといて。大事に。リナが連帯でこれやるんだって、すっごいイージーだけど。で。なにこれ。かわいくない？かわいい。で、固めんの？うん。超簡単じゃん。そして、ただ、切るだけ、その後。リナ、これ女子に渡して。お邪魔します。どう？この汚い。片付いてない部屋どう？リナ好き。片付いてないです。これ超かわいいよね。違う、ママの雑誌。あ、これ何ですか？え、ママ。私が。これリリナ？これリナじゃないっしょ？リリナでしょ？リリちゃん生まれて2ヶ月よ、これ。ママ、これ何のやつ？雪な山。雪な山。リリナ産んだぜっていう本です。ねえ、さ、リリ、これどういう気持ち？いつも上向いて寝てたらさ、ずっといるんだよね。全員さ、リリナにさ、一回寝てみて。こっていつも寝てるから、ルーさんのお尻の上に見えるの。お尻だよね。ちょっとね、ベッドメイキングした方がいいんじゃない？だよね。うん。何やってんの？水溝持ってた。春の大事なやつが。うん。取っていい？うん。大丈夫？こことここで半分に分かれてるんです。こういう感じ。こっちがリリナの世界、こっちがマカナの世界。全然違うね。こっちなんかちょっとエモくて、こっち子供部屋って感じ。感じだね。めっちゃ。イエイ。半分で分かれてんだね。だから、こっちに人形たちのお尻。こっちに人形、全員。人形たちのお尻。お尻の方がいい。イエイ。はい、じゃあみんな勉強頑張ってね。復習だよ。腹筋するの今から。そうだって。美意識高っ。無意識じゃない、美意識。じゃあママちょっと洗濯物とか頼んじゃおうか。うわ、みんなそれぞれやることやってよかった。おしっこおゆっくりタイム。イエーイ。何読んでるんですか？ビューティー&ビースト。大好き。ベル大好き。いいね。リーディングしてんの？うん。ベル大好き。うん。ディズニープリンセスの中で一番ベルが好き。何やってるんですか？推しの子さ、うん、愛ちゃんになってる。次はドローイング。リーディングの次はドローイング。イエーイ。あとはお菓子食べる。やばいね。ママ寝たんだけど。寝た。はい、寝ました。ママは見えた。はいよサワディカーサワディカーサワディカーって言ったら、あの掃除の人が反応してくれちゃった。返してくれた。サワディカー。今何時？あ、3時15時22分です。うん。リダ、いつ帰るの？リダ、明日の夜あのタイから出発してと韓国の朝着くって朝5時とかね。うん、なんかさ、すっごい家綺麗じゃん今うち。うん。だからなんかこう
こう家にいてもさ、前頭葉がさ、落ち着いてるわけ。うん。わかる？前頭葉ね。あっちもこっちもあっちもこっちもなんか、あれもやんなきゃいけない、これもやんなきゃいけないけど、ないから今日。で、子供たち休みじゃん、うん、だからなんかすっごい気持ちが穏やかというか。お、いいね。うん。しかも一回お風呂温まったもんね。雪出すんで、朝から、うん。また夜やるんだよね、お風呂ある前にね。雪をね、持ってくんだよね、お風呂に。こちらはもう、35度です。今日、晴れてたよね。風呂入らない日に限って。ユッキーちゃんのさ、ユッキーちゃん鼻さ、直していい？誰？あの雪だるまユッキーちゃんって言うの。ほぼユキちゃんじゃん。ママと同じこと言ってる。それほぼママじゃねって言ったんだけど。うん、違うよ。ユッキーちゃんだって。だって名付けたらユッキーになっちゃうじゃん。そう、ユッキーになっちゃう。あれ起きたよ、マカチ。おばあちゃん、おばあちゃん、もう寝てたよね。バケツ持ってて、雪でいい？いいや、遊ぶ。うん。ああ手が冷たい、マッチ。これ、ほら、持っていけない。よく見ると、いくらすごい綺麗だね。お風呂の中入れちゃダメだよ、うん、そこで遊ぶんだよ。うん、はい。夜ご飯でも作ります。使うのはタコ、黒豚、これもう午前中から解凍してたの。これがお昼ご飯で食べたワンタンとキノコ類のサーランタン風スープなんだけど、もう今日はちょっとうどんにしようかなと思って、これにもうちょっとスープを足して、この中にサーランタン風うどんにして、タコは和え物にしようか。あったかいでしょ、大丈夫。たまにあのお風呂の中で手突っ込みな。あったかいか。まずはワンタンのスープを吸っちゃってるから、うどん用に。なんか味をいいねいいね。おかゆテレララッタラッタテレララッタラッタ、この続き歌ってね。テレララッタ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 、はい、これだやっぱ芸人さんの DNA ついてるね。もう少しさっきのスープ酸っぱくするよ。二人でお風呂で雪を持ってって遊んでます。マントサンラータンスープ、そのまま明日のお弁当を作っていきたいと思います。ランチボックスは豚丼でしょ。玉ねぎも入れるか。なんかちょっと順番間違えちゃった。玉ねぎから炒めた方がいいんだけど、急に玉ねぎ入れることにしちゃったから、なんかそんななっちゃったんだけど、まあ一緒、どうせ一緒に炒めるから。焼肉のタレって本当にいいよね。しかもさ、なんかリンゴとか入ってるしさ、ちょっと栄養的にはいいよね。あとこのね、 OK マートのね、黒豚、お干物の黒豚がすごく美味しくて、すごく好き。昼ご飯に食べたサンラータン、ワンタンスープが今度トマトサラータン、ね、うどん、うどんになりました。うん、足痒くなくなった。うん、霜焼けなじゃない。はい、霜焼けって何？霜焼けってね、めっちゃ冷たいところにいるとなるの。いただきます。あ、熱い。いただきます。え、何それ？サーランタンなんだ。サラダうどん、え、卵入ってるの？入ってる。待って、超嬉しいけど。いただきます。今日腹筋してる時にさ、ずっと雪の敵なみたいな。なんで？なんだっけ、グランプリ、グランプリ、グランプリ、キャンピング、グランピング、あ、グランピング出たの。ほんとにその時が一番好きな動画なのね、あれは。なんで？ずっと癖になっちゃうの。あの、リーナお尻とか、ひっくり返ってるところとか、あれ？あれ見たの？うん。どう？サラダ美味しい？うん。リーナ勉強やったんすか？うん、あの漢字テストいつあるか分かんなくて、うん、目に聞いたし、これでやるの終わった後だから別に勉強ほんましてない。英語のやつ見たんだけど、あのグランピングの動画ほんと好きで悪いんだ。マジ？今も見よう。面白い、うまいんだと思う。美味しいだ、笑いが。あとマジで1個作るよ、うん、あそこで、はい、一番好きなところなの。ママが虫を追加で、はい、何それ、いつ？8だよ、8。うん、このご飯にこれ乗せる。おかわりは？これナイスってやんじゃない？ママの生姜焼き久しぶりに食べたわ。いつもパパだったからさ。そうか。
薄いんじゃない？え？パパ薄いの？あんな濃いの人が？なんだよ、なんか濃いんだよ、あの人は。なんか違うんだよね。ママのご飯が薄いって言う人なんだ。パパはどうやって作ってるんだろう、じゃあ。え、薄いんだよね。できてるもん。色が、色が。あー、なんていうの？ママの知ってるパパじゃないよ、だとしたら。ちゃんと作ってる感がないんだよ。でもママはこういう茶色じゃん。ちょっとだけ薄い茶色なの、わかる？うん。玉ねぎもさっきしてないし。玉ねぎどうなってるの？リナが今食べたらさ、なるじゃん。なんない。マッシュルしてマッシュルのアニメ。ビンバ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 ンアニメだよ。なんかここにさ、雷マークない？マッシュルのアニメ多分。知ってるんじゃない？見てる人は。ここ知ってるの？みんな。何それ、どこで見てるんですか？どこなの？ネットフリーにあるよ。リナは漫画を見始めた。鏡答えちゃって、そうだね、なんだね。女の子の。男の子。うわわわ。ね、明日ちょっと早めに出ていい？道路がちょっとわかんない状況が。ゆっくり進まなきゃいけないから、いつもより時間がかかる。学校まで。じゃあ何時に出ようか。じゃあまーちゃん、車の中でさ、お箸と見てもね。うん。あの、7時5分だから。あとあれも見てよ。韓国の行った時の。いや、何でさ、あんま喋んないんだろうね。リリナ？うん。わかる。なんか嫌なんだよね。なんか全然喋んないよね。何がだよ、なんか何喋んなきゃいけないんだろう。正直、あの、韓国のさ、あの時さ、リリナの別人みたいな感じなの。あんま喋るものがないのかな。わかんない。まーちゃんあるけど。マーチはさ、喋るよ、なんか意味わかんないのずっと言ってるじゃん。うん、それもいいんだけど、なんかさ、あの時ショッピングだったじゃん。うん、しかもなんかリリーなんか好きそうだから、行ったんだけど。もっとなんか、ちょっとオーバーリアスクすればいいのか。いいよ、そんなの。楽しかった？うん。自分らしくたい。なんかオフの方がいいのかな。オフの方がいっぱい喋るんだよな。でも今日めっちゃ喋ってる。今日別に超普通。こういう系が好きなのかな、リリーなは。わかんない。別に普通にしとけばいいじゃん。え、かわいいみたいな。普通にいつもみたいにしとけばいいじゃん。あ、これ、今日楽しいわみたいな。なんかね、もったいないと思う。やだ、やだって。さ、前に撮ってた YouTube よりかさ、結構さ、喋るようになったりして。うん、そりゃそうだ。だって自分にちゃんと自信持って、ねえ、キノコ食べる。でかいでかい。全然平気。大丈夫。だって今日とか普通に調子入れんじゃん。うん。大丈夫だよ、りんちゃん。やだ、カメラがもうすっごいボサボサあるもん。何やねん。こんな感じでやってくれちゃうね、リナ。どう、マーチ映ってる？映ってるよ。リナ、すごい綺麗。もう横顔。ね、綺麗だよね。カメラの方向いてるの？カメラあるっすね。ママなんか、多分顎がね、ちゃんとこう引いてるから、何で入ってきてない。どういうやつ？ねえ、やだ。ない？わかんない。え？ね、本当のこと言って。ないじゃない、ないじゃない。え、それない？リーナの見てて。もうこれは年なの。ほら、リーナあるのよ。なんかもうないじゃん。ここが出てないの。鎖骨？痛っ！そこやってたらリナこっち最初痛かったから、こうやってると本当にここガッツリ出てから。もう一回リナ痩せたからとかじゃなくて、ずっとマッサージしてるの、お風呂の入ってる時に。こことか、ここでこうやって流すの。やる？今からぐらいからやる。あとあれだ、あのルールの時もさ、あんまりない。うん。考え方してたの？わかんない。聞くのが好きかもしれない。え、待って待って、聞くのが好きかもしれないねっていう人がこうやってやらないよ。あ、無理、聞くの合ってないのよ、今。聞くのが好きかもしれないね、そう、喋るのが好きかもしれないねだったらわかるよ。人の話を聞いて、だから好きかもしれない。それにしても別に聞いてる感じも出さないじゃん。あいにゃん、いつも通りのリーナにしよう。じゃあ、いつも通りのリーナでいいよ。だって今日とかすごい自然じゃんね。うん、すんごい食べるじゃん。もういい、それ下げるよ、ママ。これ明日の朝も出したかな。いい？うん、いいやん。で、ご飯だよ、ランチボックスは。豚丼。いい？何でもらったの？エスペクトパトローナ。それは言ってない。ありがとう。いいやん。鏡よ、鏡よ、見えちゃってエレナさんの、エレナさんの日なのかのかのかのがエレナ。エアポートの方が売ってないじゃない。エアポートだね。普通の方やから空港でしょ。空港じゃない方の方言ってんじゃないの。違うの、違うの。そっか。あ、やばい。何？デハデハデハ。はい、あ、リリナ、あ、リリナ可愛いね。はい、リリナ。ママに絶対やんないから。どう、ユキナ。
縄のためよ。なんかないと思うけど面白いよ。ねえ楽しそう。ありがとう。ありがとう。イヤホン。イヤホン。ねえねえ言って言って。いいよいいよいいよ。ナイスだった。Thank you。リーナのために買ったから。ありがとう。香水の店やった。え？偽物の？そう。え？偽物。サンローランとか偽物じゃないの？マジでウケるんだけど、何でも偽物で売ってやがるよ。普通に偽物なんだけど。うん。普通に匂い一緒だった嗅いだら全く一緒に薄めてるんじゃない虫でも、ね、絶対虫え虫ラーメン虫ゴルドラーメンゴルドラーメンあミッキーのグッチあるよ昔なんか日本で流行ったよね。え、なんか向こう側にもなんかあるじゃん。ねえねえミルタン、そっち側もちゃんと見せて。はい、その辺も見せて。じゃマリオ、マリオ可愛くないの？マリオ、マリオ、マリオいいな。え、お大きめがいい。L、L、L。うん、L がいい。みんなで着ようよ。わ、美味しいこれ。なんか男の子ワンピース着てない？レディーボーイが踊ってる。ああ、そういうことね。ゆうたん顔見せなさい。なんかすごい女の子みたい。お金を考えた。なんか膝に折った。何今の？今の何だったの？今のどうしちゃったの？切り替え早くない？見えた今の。今のちょっと何だって。見えた、もう一回やって。せーの。今ちょっとナチュラルで何やったか全然わからなかったんだけど。ええって言ってたよ。かわいい。かわいい。クロミちゃん売ってんじゃん、なんか。クロミちゃんがさ、さっき見たんだけど、すぐに入ってる。見てて、見えて、見て、近く行って。見えて、近く行って。あいつ。スラムダンク。あ、湘北。湘北って書いてある。いいじゃん。湘北のやつだよ、これ。7番。ねえ、湘北だ。11番、ルキがあるじゃん、これ。ルカワ、ルカワって書いてある。ユキナの性格ね、ルカワとね、似てるんだって。確かに似てる。あ、似てるよね。よく言われる。デハ。いいな、デハ、やたら好きじゃん、デハ。だって面白いんだもん。ミニャー、ミニャー、ミニャー、ミニャー。あ、これあるよ。さあ、明日学校だからね。てか明日マジで本当に、ママ道路がどうなってるか分かんないから、うん、ゆっくり走っていこうと思ってる。うん、7時ね。はい。今日お疲れ様でした。ねえ何その顔。あくびしてる。あくび綺麗な子、うん、すごく白いよ。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。見てくれてありがとう。見てくれてありがとう。お疲れ様でした。Think to defend. Hey, look, it's Sunday. I'm gonna live my life. You can't change the past.